川原寺浦山遺跡出土の潜物、山田寺石出土の潜伏潜物は、かつて中国の北魏から東大に発展し、日本には7世紀に伝来し、発達したレリーフ形式の仏像。制作方法は、線が古代中国で作られていたレンガの一種を意味するように、あらかじめ制作しておいた目型に粘土を押し当てて、形を取り、乾燥、焼成する。木造や石像と異なり、 大量生産に向くメリットがある。日田武神皇の邸宅跡からは、部分的に金箔や漆で覆われた、戦物の破片が発掘されており、豪華な装飾を施したものも存在していることが判明している。用途ははっきり解明されていないが、川原寺の裏山遺跡から破片が大量に出土しており、仏具としての性格のほか、仏像の壁面を、 戦物で埋め尽くす装飾にも用いられていた説がある。当初大事で、戦二日と見つかる天武天皇の子、新田武士の所有化。産経ニュース。オリジナルの2013年3月22日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20130322025028/http://sankei.jpmsn.comlifenews13321 アート13兆321億2055万 6N1HTM2012 年3月22日閲覧 ありがとうございます。